鶴見神社は大阪市鶴見区にある神社。旧社閣は孫社。滋賀県大津市坂本に鎮座する日吉大社を本社としている。延暦7年、最長は現在の延暦寺根本中道の位置に一条士官院という草案を立てた。これが延暦寺の始まりであるが、最長の没後、天台宗は延仁派と延鎮派に分かれて激しく対立するようになった。 省略4年、遠珍派の創薬千名は山を降りて、御城寺に入り、遠林派の遠略寺と対立し、抗争を続けた。その影響は、比叡山のふもとに鎮座する日吉大社にも及ぼした。平安時代末期、その抗争に嫌気をさした、大見国下半本村比叡辻の農民17人が、河内国の当地に移住して開拓し、郷里の名前を取って、当地を辻村と呼び始めた。 鶴見神社縁起や小林家旧記よると、その時、方言3年に、郷里の日吉大社の東本宮の元宮である、牛尾さんの八王子社の分霊を勘定したことにより、鶴見神社が始まったとされている。それ以来、当社は八王子社と称したのであるが、鶴見神社と呼ばれるのは、研究元年、源頼朝が上落の際、現在の静岡県岩田市の鶴ヶ池で、 千羽のツールを捕らえ、すべてのツールの首に、鎌倉幕府の証である金の短冊をつけ、一斉に天に向かって放った。法上会という儀式である。兵士によって撃たれた父や兄弟たちのぶらいであった。父身がもと、義朝の果たせなかった武士による、全国制覇という偉業を成し遂げた報告もあったので、あろう。一斉に放されたツルは、大空高く飛び、 その鶴たちが舞い降り立ったところが辻村であった。これらの諸伝承は、当地が源氏や北条氏に、ゆかりがあった土地であったことを物語っている。首につけた金の短冊をつけた鶴たちの舞い降りた様は見事で、たちまち噂は、金号近在に広まり、多くの人々が鶴を一目見ようと詰めかけたことから、鶴見という地名ができたと言われている。それ以来、当社は、 摂津国や河内国の言葉で八王子社と呼びにくかったのか、鶴見の宮さんと相性を込めて呼ばれるようになっていった。江戸時代の教皇年間に本殿と拝殿が再建されている。法暦年間にかやぶきを河原ぶきに改めている。1872年、尊社に列せられる。1890年社殿を日和田足流れ作りに改造する。1952年、正式に 鶴見神社と社名が変更された。1969年、本殿、平殿、拝殿をカスガ作りの鉄筋コンクリート作りとした。2011年10月、京大地、社殿、抹社の大改修を行った。古来より、薬よけ、病気平優、長寿の神として、信仰を集めている。また、当社では、お宮の張り旧、骨継ぎが行われている。 久キー神社など、夏祭り断り風景夏祭り断り風景、鶴見神社には東、西の2台の断りがある。1887年、有名な断り大工の、住吉、大佐寺、川崎千之助、宗吉市に断りを発注し、断りを購入した。秋祭りの大祭には、約130年の骨董的価値のある断り2台が、宇治子地域を栄光する。 鶴見の、だんじり祭りとして有名である。ありがとうございます。